これアウトだな。いやこれはね限りなくアウトに近いと思う。限りなくダメな方だよこれ。タイトルもねなんかマリオ3っぽい BGM なんだよね。タイトルがな、しかもなんか主人公もなんかどこぞのね超有名アニメの主人公に似てるし、髪型とか完全に意識しちゃってるし、まあいろいろとツッコミどころはあるけど、まあちょっとやってみようか。やってみる。はい、お、来た。ストックのイラストよ。コインもよ。おかしいだろ、もう3つ持ってるし、7つ揃えて、あ、お、すごい。ちょっと待って、クオリティが高いのがちょっと腹立つな。ちょっと待って、目の前になんかドラゴンボール的なものが2つあるんですけど、もう半分ゲットしたことになるよこれ。おお。このなんだろう、このクリボー的存在のこれなんだ。SE は変えろよ。ステージもステージでさあ、これしかも後ろ戻れない、初代式かこれ。あと1個だ、あと1個で願い叶えられるぞ。待って待って、これ何、これセンズだよな。ダイヤ人になってもファイヤー使えないからさすがに。これまだあれか、大きくなった状態か。ただああグロッ。はい、よし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 、まず慎重にね行こうぜ。で本来原作通りならここで。もう分かんない、それ何それ。わあ。最新ネタも入れてくんのかよ。おえ、一度に3つ出せんの。俺さ、なんか動きが若干ヌルヌル動くのがちょっと腹立つ。アニメーションだけ凝ってな。ほら、ハハハハハ。おお、よい。お、これは地下ステージか。全然地下って感じはしないけど、まあ、地下ステージってことにしようね。まあ、今んところ2つ、なんだけど。原作通りならここいけるんだよね。あー、これは原作通りか。これジュゲムがいますよ。これさ、パックンなの、これクワガタだよな。なあ、これ原作より強い。普通さ、パックンってさ上に乗ってたら出ないじゃん。これ出るんだよ。先生待って、よしよしよし。はあ、パックンってさ普通さ土管の上に乗ってたら出ないはずなんだけど、ここの世界なんで上手くない。いやもう無理やん、そこ。あ、超えちゃったじゃん。はい、行こう俺。腹立つ。いいわ。あ、これあれだね、これ地下ステージだ、わかるね。ちょっとね、ちょっとねステージ構成が似てるからわかりやすいね。はい、うまい、これはうまいな、今のはうまいな。星10かな。座布団があったら10枚くらいもらえ、上いけるでしょ。ちっちゃい悟空ちょっとかわいいな。何これ、あーバカ。テンズだけはまず取りたい。はい、あ、待って、スター来た、音楽来たよ、音楽。なんか全然無敵感がないね、この音楽。そんなラジオで流れてそうなさ、ポップな曲とは違うんだよね、またね。お、なんか出てきた。あれ、ワンアップキノコじゃない？なんでワンアップがサイヤ人なんだよ。これ多分ワンアップキノコのはず。はーい、たくそ。はい、で、どこ、何の何？ 5 の1、まだまだだな。はい、あ、これ気持ちいい、これ気持ちいいやつじゃない？あ、これワンアップ狙える？あ、狙えねえな。これワンアップって概念がまずあんのかがわかんねえな。はい、いや、マチョンビン。あ、来た、スターだ。おぉ。スターっぽくないんだよな、音楽が。スターっぽくない、なんかほのぼのしすぎなんだよ、スターにしては。イエーイ。これ余韻がないのが面白いね、毎回。うわー、めんどくせえ、これファイアバー。アンチを見つけよう、まずアンチ。アンチあったね。ないね。あっ、無理です。よーし、はっ。はっ、えっ、どういうこと、えっ、はっ。おい、悟空。